取ったぞ。今日はこいつを茹でて食う。俺これ茹でるバンド。はい、というわけでごきげんよう皆さん、メグウィンでございます。いやー、ごきげんよう、ごきげんよう。シザーハンズ、ロバート・デ・ニーロの真似もしながらですね、今日はね、このカニを血縫いにして、まあちょっと食べてみようかと。ここもね、現地からね、送られてきたんで、いや、ここが取ったんでね。じゃあ早速茹でたいと思います。絶対入んないですよ、それ。いや、入るっしょ。いや、絶対入んないです。なんか出ちゃってますけど。で、その鍋のキャパシティ超えてますもん。いや、いけるいける、このポテンシャル高いから。全部塩ゆでなんですね。そうですね、丸ごといけって説明書に書いてある。ああ、そう。あ、いったいったいった。あ、行きましたね。それでは、溶岩に近い温度で煮込みたいと思います。あ、すごい。あ、やばい、生き返ってしまった。俺はカニが生き返ってしまったぞ。こんなんなるの、カニって。ただ煮てるだけなのに。これもできたでしょ。できました。もう開けないといけない。開けましょう。てってれー。おー、すごい。これぞカニ。すごい、湯気で何も見えない。よいしょー。うー、できました。これ見てください。これが伝説のカニでございます。うわー、というわけで早速カニちゃんいただきます。うわー、どうしましょうかね。足からいきますかね。あー、硬い硬い硬いから、こいつをこうしてこうしていたい。これ硬い、味方見て、こうじゃー。おー、なんか大丈夫か。もったいない。うまっ、うまっ。なにこれ、天然の塩。うん、うまっ、うまっ、うまっ。めっちゃうめえ。身がでけえ。これどうしよう。うわ、もうこんなっすよ。うまっ、伝説のうまさだこれ。そういえばメグさん、なんか話したいことあったんじゃないか。あるよ、お前ら。もう本当はあれだぞ、マジで。俺はもうすっごいいろいろ言いたいよ、今回は。本当に今回は本当にいろいろみんなに知ってほしいことや伝えたいこと、俺はめっちゃそれを秘めてる。うまっ、幸せだな、なんかな、感じ。何も話さんですね。いますよ、まあ、すごい、もう腹渡に家繰り返ってるぐらい、なんかいろいろあるんだよ。行きますか。行きましょう。はい、すごい。オーレイ、いいですか。いいですよ。ですね、こっち側をベロベロ行ってると思います。すごい、味噌汁だ。ダメなコメントじゃん。あー、吐きそう。そうですね、なんか話すことあったんで。あるよ、こっちは。年末年始あったわけですよ。はあ、ありましたね。あったよね。このカニの弱い内側の走行にヒリミを入れる俺。丸だねー。一番弱点だろう、内側から刃物で切れ目を入れて、中の肉を程よい形状で出す俺。悪だね、オタク。うめえ。いや、今回ね、死んでたから、死んでたっていうか息が悪かったからできなかったんだけど、こう見てください、この爪ね、爪。あ、ちょ、よく見てください、よく見てください。爪あるじゃないですか。はい。うまい。いや、違うんですよ、うまいとかじゃなくて、これに指を入れたら指ちぎれるっていうんですよ、はい、お店の人は。よく言いますね。言うじゃないですか、はい、でもこんなんでちぎれるわけないじゃん。
と思うんですよ。ちょ中身見てみましょうか。すごい理科の実験。硬いんで、そこクロスですね。中開けるじゃないですか、うん、何が見えますか。身が見えます。身が見えますよね、うん、まあ身なんですけど、うん、でこの身をですね、まあ、ここをねくり回すわけですよ、はい、でこうちょっと風かい。あーうまいうまい。ずっとカニ食ってるおじさん撮ってるだけですから。いや違う、まあ、これ見て、はい、見ましょう、はい、何もないんですよこいつら。何もない、はい、何もないんですよこの爪の中に。俺が何を言いたいかというと、こんな構造してるやつらにパワーなんかねえだろっていう。いやー、身が筋肉とかなんじゃないですかね。よく考えてくださいね、はい、人間のあるじゃないですか、はい、こんなぶっといんですよ、はいはいはい、見てこの親指とこの人差し指、はい、こんなぶっといんだよ、はい、でこれバーッと思い切りやるじゃないですか、はい、絶対ちぎれないんですよ指。そうですね、ね、はい、バキに出てくるあいつぐらいしかできないですよ、そんなこと。ユージローですか。ユージロー、そうユージローしかできないんですよ、はい、あいつ赤ちゃん生まれたてで親指しおったっていう伝説がありますけど、すごい、あいつじゃない限りそんなことできないんですよ、はあ、だからこのね、このこれに挟まれても、はあ、痛くねえべと思うわけですよ、はあ、でなんで痛いのかなと思ったら、この突起物、まあ、ちょいちょい突起物あるじゃないですか、まあ、このね、これでいったらここの変なカルシウムが溜まってるとこですよ、はあね、この部分がとんがってるからこの接点がこうなんですよ、はあ、だから痛いだけなんじゃないか。痛いけど別に落とせないだろ指。今度じゃ挟まれてもらって。そうだ、今度俺挟まれようと思うんですよ。いやここが平たかったら絶対大丈夫だと思う俺。だからパワーを俺は調べる必要があるの。パワー調べる。これ平らな状態で指挟めば分かる、たかが知れてると。はい、絶対痛いとか言わねえし。絶対痛いし、それ多分2000万パワーぐらいありますよ本当。んなね、バッファローマンとモンゴルマンた、ね、足して2で割ったようなね、割ってねえか。足しただけですよ。足しただけのようなやつらと違うんですよ。そんなんじゃ痛いって言わねえ。じゃあ次指ちぎってもらって。いやいや、もう全然ですよ。だからもう平らな状態でやったら俺全然ですよ。シンディローパーみたいな髪色のおじさんの指がちぎれるっていう。その時何色か分かんないけどね。というわけで以上です。俺の言いたいことはもうすっきり。バキロックー。はい、ここはね、僕とダンソン、この2人がコミュニケーションをどんどん取っていこうという新しいコーナーでございます。トークというか、どんどん俺にいろいろ言えるようになってほしい。なるほど。というわけで今日はその親睦を深めるためにゲームをご用意しました、はい、ランチパックゲーム。ランチパックゲームね、えあんさん知ってる。いや知らないです。でしょ、俺もさっき思いついたやつだから知りません。さっき、はい、さっき思いつきました。このですね、今ハバネロランチパックっていうのがあるんで、これを今こうシャッフルしてですね、食ってしまった人が負け。ハバネロっすか。はい、本当に嫌ですね。はい、嫌でしょ、辛いの嫌いでしょ。辛いの大っ嫌い。俺も辛いの嫌いなんで、なんでこれを食べてしまった方が、食べてないやつが食べてるやつをビンタするっていう。ビンタ、はい、大丈夫ですか。いやもう大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。何心配してるわけ。はい、じゃあ早速混ぜましょう。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、もう触ったら食べて、触ったら。触ったら食べる。厚みの確認とか。ないないない。触ったら食べる。匂いも。ないです、なしです。遠くから、遠くから。はい、どうぞ。壁に背つけてくれる、壁に。よし。OK、じゃあ一回壁に背つけてもらって。じゃんけんで先攻後攻いきましょうか。じゃんけんぽい。よし、じゃあ俺後攻で。後攻。当たり前でしょ。はい、行って。触ったら食べて。ちょっとダンスメガネ取って。でメガネ取って視力がなくなった状態でちゃんとこうタッチした。タッチしたらもう食べない。もう言ってこれ食べるって。じゃあもうど真ん中。ど真ん中の上。はい。はい、じゃあそれ。じゃあこれ。はい。いらしていただきます。うん。おいしい。何？これはこれだ。これですね。コーヒークリーム&ホイップ。コラボ商品。あ
じゃあ俺その下食べるわ。よし、まっす、せーの、うん、ピーナッツ、あ、ピーナッツ、王道のピーナッツ、ピーナッツ、どんどん行っていいですか。ええよ、一番こっちの上行きましょう。はい、もうそれだよ、多分それだよ。いや、それだよ、違うと思います。あ、これも王道なんだ、王道いちごジャムが、あ、これだ、あ、ミルキークリーム&いちごジャム、ペコちゃんのやつ、おいしい。どうして、じゃあ俺この下行くわ。じゃあ行きます、せーの、ピーナッツですね。2連チャンでピーナッツですね。ちょっと笑ったからなんか感じたのかなって思いました。いけよお前、食うときになんかリアクションつけて食えよ。もういい、もう分かった、もういい、大丈夫大丈夫、そんな睨まないんです。これいきます。はい、だからそこでなんか言ってからさ、そう卵です。卵出ました。出ないですね。そうですね、残りもう5個。え、じゃあ俺この上行くわ。はい、はい、いただきます。ここに来ました卵、卵ちょっとしょっぱいからビビります、ね、うん、もう逃げれねえよ。もうやばいな、もうだいぶ逃げれねえよ。もうやばいな、そっち行きます、そっち行きますね。あ、じゃあコーヒークリーム、マジかよ。あと3つですよ。いや、ちょっと待って、厚みがあるのがハバネロだってお互いちょっとずつ分かってるんですよ。でもこのさ、これは絶対そうだと思うんだよね。まあそうですね、これは絶対そう、一番分厚いですからね。角度的にこっちがこっちがよく見えないんだよ。そんな見えるのありますよ。じゃあこれでいくわ、せーの、ガーッ。あ、これもうだって残り2個じゃないですか。全部食い切ってね、次は全部食い切る、全部含んだ瞬間にお前ビンタするから、いけいけ。大口で食えよ、お口で。で、もごもごしてた時に俺やるから。じゃあいただきます。辛っ。おめでとう、ダンソン。辛っ。できない、感度上げたいからできない。辛すぎて何もリアクション。なんでもう、まだまだ溝が深そうだな。ちょっと食べてみてください。やだよ、せっかく買ったんだから。いや、もうあと1個あるんで。やだよ、そしたら私ビンタするんで。なんでやの。メイさんができなかった分私がやります。わかりました。じゃあ食べて、カレーって言うから、カレーって言ったらやってね。これも練習ですって。そうですね、20歳上の男子を殴るという練習です。言っちゃっていいですよ、言っちゃっていいですよ。じゃあいただきます。うん、辛っ。